早期内定について語り尽くす回ということでやっていきましょう。早期内定取ったらもうマジでどこでも受かるようになると思うんですよ。あ、自分のを出すってことが面接では大事だなと思います。どうもこんにちは、シュンダリメンバーの稲山です。ニスです。2号卒就活生のあかりです。ということで今日は2号卒早期内定のあかりさんと2号卒早期内定の僕と、ニスさんの3人で早期内定について語り尽くす回ということで、はい、やっていきましょう。全然盛り上がってない。この動画さえ見ていただければ、まあ、早期内定のメリットとあとどうやって早期内定取ればいいかっていうのが分かるようになっているので、ぜひ皆さん最後までご覧ください。あと今回プレゼントもあって、あの大手6社内定した西さんの、ESC が概要欄からダウンロードできるので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。ということで早速話していきましょう。早期内定ってそもそも何ですか？あ、てかそう、まず最初にそうですね、早期内定の定義を西さん何だと思います？やっぱりちゃんと早期内定は年内内定の人あって思います。だから私はちょっとギリ早期内定に入っていいのか良くないのか分からない。え、けど多分6月より前だったら全部早期内定で、その中になんか早さにちょっと度合いがあって、年内内定と年度内内定と6月内定みたいな。あ、なるほど。じゃあ年度内内定の自分はギリ、普通に早期内定だ。ギリってか普通に早期内定。皆さんの就活スケジュール最初に教えてもらっていいですか？私は3年生の4月から始めて10月に内定をいただきました。ちなみにどこ内定したんですか？コンサルとあと人材系の会社いただきました。はい、いやー本当早い、恐ろしい、本当に早いです、はい、で僕が4月に始めて11月にメガベンチャー内定もらったタイプで、で西さんが、私は4月に始めて1月に内定をもらったっていう感じですね。大手ですもんね。まあ一応だからコンサル型早期内定者、メガベン型早期内定者、大手型早期内定者ということで、はい、まあ、今日はね、はい、やっていきましょう、はい、お願いします、はい。視聴者さんの質問なんですけど、今から就活始めて早期内定間に合うかっていう疑問があって、間に合いますかね？俺間に合わない気がするんですけど。システム的には間に合うんじゃないですか？ああ、やっぱ間に合うか。西さんどう思います？いや、私も4月とかでも早期内定っていう確率になるのであれば全然間に合うと思います、はい。ああ、じゃあもう今から動き出せば全然あの6月より前の早い段階で内定取ることは全然できると、うん、そうですね。3月エントリーで4月内定とか全然あるから。あるんだ、うん、そうなんですね。いっぱいあるので、はい、1ヶ月でいけると思います。頑張れば。なんで知ってるんですか？自分もそうだ。自分もそうだったんです。そうなんですね。あ、そうなんですね。3月エントリーして4月内定。ああ、じゃあ全然あるんだ。うん、安心しました。早速本編入っていくんですけど、まず一つ目、なんか早期内定があって良かったことを喋っておこうってことで、おのおのフリップに、はい、早期内定があって良かったことを書いていってください。はい、はい、じゃあ早期内定やって良かったことを僕からいきます。はい、はい、ババン。どこでも受かるようになると。おー、結構そう思いません？あれ、あ、いや、今からじゃその仕組みを僕なりに説明していくんですけど、早期内定取ったらもうマジでどこでも受かるようになると思うんですよ。あ、自信満々ですね。そう、いや本当に理由2つあって、はい、1つが早期内定を取るまでの過程で生み出されるものと、もう1個は取ったことによって生み出されることなんですけど、早期内定取るためにめっちゃみんな早く就活するじゃないですか、はいはい、で早く1次面接、2次面接、最終面接って回数が来るんで、面接のトライアンドエラーをめっちゃ早く詰めるし、うん、内定するためにこの企業に行かなきゃいけない理由を作るじゃないですか、はいはい、それが早い段階で練習できるから、面接とか、まあ、就活熟練度みたいなものが早く上がるっていうのがまず1個目、はいはいはい、で2個目が早期内定取ったら成功体験詰めたってことなんで、うん、もう俺最強みたいな、どこでも俺は、そうそう、企業に認められた男なんだと思いながら就活の面接臨めるんで、どこでも受かるマインドが手に入れられるということですね。納得していただけました？まあ、よかったよかった。コンサルの2人に勧められたことよかった。まあ早期内定取ると、まあ、どこでも受かるようになる、まあ、マインドが手に入れられるということ でお二人は似てますね。あ、似てる、はい、はい、あのさっきの稲山さんに似てるんですけど、圧倒的余裕ができると思います。圧倒的余裕、はい、でこれは本当に同じことなんですけど、心の余裕がすごくできて、自信がついて自分が乗り越えてきたこととかを思い出して、うん、面接官との向き合い方とか、自分がどういうマインドでいけばいいのかっていうのがすごく分かって、まあ、確かにおっしゃる通り受かりやすいっていうか、落ちることへの、うん、怖さとかがすごくなくなると思いますので、余裕だと思います。はい、まあ、余裕、確かに本当に余裕ですよね、うん、私は企業を見定めることができるです。はい、どうしても専攻を受けてる途中ってもういい気、とにかく受からなきゃっていうことに必死になりがちだと思うんですけど、そうですね、一旦内定を持つことで本当に私ってここに行きたいんだっけ、本当にこの業界合ってるのかなみたいな、一旦ちょっと距離を置いて自分自身と向き合う時間みたいなのができるんで、企業を見定める余裕を持つことができると思うんです。もしこれがこうギリギリに内定とかだと、
本当は納得いかなかったけど、でも今からもう一回就活するのも、はいはい、また大変だしなみたいな風に思っちゃうから、そういった意味で早期内定を取ってよかったなっていうのはすごく思います。確かにそうですね。企業に迎合しなくてよくなりますね。確かに、なんか早期内定だからって本当に早く決めちゃっていいのかって話もありますけど、早く決めたからこそ考える時間があるっていうのは大事ですよね。いやマジ大事ですね。あともう一個あるのが、なんか早期内定を取ると一つの証明書みたいになるのかなと思ってて、証明書1個の内定もらったんで、まあ、ある程度学知化とかがちゃんと話せるっていうのが、はい、まあ、証明になって、でこの面接で内定持ってますかって聞かれた時に内定持ってますって言うと、ドヤ顔でね、そうドヤ顔で内定持ってますって言うと面接官もあ、なんかある程度クリアしてきた人間なんだなっていうのが共通認識できるんで、はい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 、その考えなかったです。確かにそうですね。この企業受かったお礼みたいな、そうこの企業受かったお礼みたいな、ちょっとよくないですねまとめると、まあ、圧倒的に余裕ができると、はいはい、そうですね。でそれで企業も見定められるし自信もつくしということで、うん、まあ、いいことしかないと、うん、じゃあここからは早期内定をどうやったら取れるのかっていうのを話していきたいんですけど、じゃあ皆さんが早期内定取る上で一番大事だったと思う要素を1個ずつお話しいただきたいです、はいということで、まあ、早期内定を取るために実践したことを、まあ、早く動き出すとか、まあ、そういうことは一旦置いといて、どんなことを意識したか、じゃあ西様からお願いします、はい、ババン、早期内定の企業を狙う、やっぱり狙う業界によって早期内定が出るか出ないかってだいぶ変わってくると思うんですよ。本当にもうただただ早期内定が欲しい、安心したい、早期内定に固執するっていうのであれば、メガベンチャーとかコンサルとか、まあ、それこそ外資系の企業とか早めに内定を出してくれるっていうところに絞って受けてみるっていうのもありなのかなって思います。でもともと例えば総合商社を目指してます、でも総合商社の内定が出るのは6月以降になりますよっていう場合だったら、その練習としてまず心の余裕を持つために受けてみるっていうのもありなのかなと思います。確かに、そうですね。そもそも早期内定出るとこ狙ってなかったら、ね、うん、もらえませんもん。そうそうそう。あとなんか情報のキャッチアップめっちゃ大事かなと思ってて、はい、私も結構あもう終わってるみたいなところあったので、確かに分かる、本当に悲しくなっちゃうので、テレビとか新聞とかそれこそ年内にこう全部内定決まっちゃうみたいな感じなんで、早め早めに動いとかないと気づいた時にはもう終わってるみたいなことがありますよね。確かに。次僕いきます。はい、はい、僕は、はい、これです。ババン、就活に染まる。はい、とにかく就活に染まることが、まあ、早期内定というか内定を取るためにまず大事だなと思って、どれくらい染まってたんですか実際。インスタと YouTube と LINE か、 LINE でなんか就活のアカウント全部フォローして、そんなのあるんですか。プライベートの空間ストーリーとかにこう就活のものが混ざるようにそうすることで、なんか就活の距離を縮めることで、就活系の例えば面接対策とか ES 対策に飛び込むまでのハードルを下げたかったんですよね。就活友達みたいな。そう、就活友達みたいな。あ、なるほど。確かに私もなんか今思えば8月とか9月らへんずっと旬ダイアリーおすすめに出てきてますけど。本当ですか。めっちゃわかります、はい、もうほんと YouTube の登録チャンネルも旬ダイアリーとか、なんかニュースピックスとかで意識高い系に固めて、俺は就活の人間なんだみたいになって臨むことが大事かなと思います。はい、それやるとめっちゃ短い時間で就活終わるんですよね多分。そうですね、コンパクトに密度濃く収まるんで早く内定も取れるかなと思います、ね、じゃあもうなんかマルチにいろいろ手出してっていうよりかはもう短期集中型でやるっていう。短期集中でもうプライベートまでもう全部就活に染めるというのが僕のおすすめかなと思います。じゃあ最後、あかり様。はい、あかり様いきます。はい、ただインターンに受かりまくるです。すごい強い。これインターンに受かりまくる強い。これ答えになってるかどうかわからないんですけど、私自身が今その内定とか選考進んでるのがほとんどてかほぼ全部インターン経由でした。インターンに受かりまくるっていうのはインターン受かるのにもコツがいると思うんですけど、もし受かった場合のメリットとしては、まあ、選考先に進めるはもちろんなんですけど、やっぱり社員さんとかワークの内容がわかるっていうのが私としては本当にすごく重要だなと思っていて、それによってで志望度が上がったりとか、結構自分の判断軸みたいなのが決まってくるんじゃないかなと思うので、ここが大事だなと思いました。インターンの選考に受かる時のなんか意識してたコツとかあります、はい、インターンの選考って多分面接とグルミスが主だと思うんですけど、はい、それぞれどんなこと意識してたかとか。そうですね、面接はまず私は結構緊張する時としない時の幅があるんですけど、とにかく相手は人で敵では決してないので、人と話すっていうことを意識して自分の人柄とか性格を出すってこと
が面接では大事だなと思います。でグループ系のディスカッションとかワークの時は、まあ、業界にもよると思うんですけど、私が志望してるコンサルティング業界は最低限のロジカルと、あとは結構協調性が見られてるような会社を受けていたので、まあ、やっぱりそこでも人間らしさみたいなのが重要なのかなと思いました。素晴らしい、なんか人事の方みたいな。人事の方だから相手を適当思わないことってめっちゃ大事です、はい、グルリスとかでももう他のメンバーを適当思わず、うん、みんなで頑張っていこうみたいな、うんうん、で面接も面接官と一緒に作っていこうみたいな、すごいマインドですね。尊敬してますね、はい、蹴落とし合いとかじゃないですね。もしかしたら一緒にしたかもしれない今のニスさんはグループ一緒で結構蹴落とし合いでした。いや蹴落とし合いというかもうちょっと騙し合いみたいな感じ、ね、うわーライアーゲーム私が気づいてないだけかもしれない僕もそのマインドでした若干あとじゃ あ, まあ普通に具体的な話聞きたいんですけど、あかりさんは多分コンサルに早期内定されたと思ってて、コンサルの選考ってめちゃくちゃ早いイメージがあって、はい、本当まあ4月から対策してないと受からないんじゃないかみたいな、はい、そういうのあるんですけど、コンサル早期内定したのはあかりさん的にどんなスケジュールで始めてたかとか。そうですね、はい、まずそのサマーインターンが大体8月とか9月とかなので、それに間に合うようにすると ES のその締め切りとかが大体多分6月とか7月ぐらいになると思います。その後にウェブ手とかもあるので、例えば SPI とか、うん、そういうやつは早めにやって本当に ES に集中できるようにした方がいいっていうのをすごく見たことあるので、その辺は結構もうそれこそ就活始めた3月4月ぐらいから青い本を買ってやってた気がします。ケース面接の対策とかはいつから始めました？もう同じ時に本屋さんに行って、東大も2冊買ってちょくちょくやってたんですけど、まあ、役に立ったかとか。じゃあもうコンサル早期内定を目指すんだったら本当に4月とかからもうコンサルのための就活とかしないとちょっと難しいみたいな感じですか？かもしれないです。ただそうですね、早期内定を目指すならそのぐらいじゃないとちょっと難しいっていうか、はい、他にチャンスはあるのでそれが全てじゃないんですけど。あと今日ここいないけど戦略コンサルとか受ける時って多分もう2年生の冬から始めてないと思う。そうなんですよ、選抜コミュニティとかある。そうなんですよ、はい、私コンサル目指し始めたの正直そんなに早くなくって、うん、就活始めた時はコンサルみたいな感じだったんですけどそうなんですよ、なんですけどこう夏ぐらいになってコンサルだって思った時に、そう選抜コミュニティっていう存在を知って、うん、あ入った方がいいのかなと思って見るともう2年次の冬ぐらいで締め切りみたいな。やばいですよね、あれめっちゃびっくりしましたね。だけど選抜コミュニティ入んなくても受かってますもん。そうですね、はい、入らなくても全然、まあ戦略コンサルとか行くんだったら別だけど、ちょっと別ですね。総合コンサルとかだったら全然入ってなくても大丈夫。そうですね、私の周りのコンサル志望もあんまり入ってる人そんなにいないので、それはめっちゃ安心ですね、うん、コンサルにしようっていつ決めたんですか？決めたのが、でもその ES 出し始め6月とか5月ぐらいですかね。そこら辺の時点でもコンサルに絞ってコンサルのための就活をしてたんです、はい、いやでも実際他人材業界興味あったので他もちょくちょく出してたんですけど、選考を受けていく中でなんか違うかもって思うようになったって感じですね。あと関係ないですけどコンサルの就活してるとどこでも受かるようになる気がするんですよね。本当ですか？なんかこれ伊藤忠の人も言ってたんですけど、はい、コンサル就活してると喋れるようになるから、そのケースとかで問題とか課題とかなんか構造的に話す練習をするから、ガクチカも綺麗に言えるし志望動機も綺麗に言えるし、どこでもうまく喋れるようになるみたいな。でも確かに私の友達も行きたいところは別業界だったんですけど、そこに行くためのステップとしてコンサル就活をするみたいな人もいました。確かにそこで力をつけていくみたいな。だからコンサル就活の対策をするだけでも結構力がつく気がします。そうですね、はい、確かにそれが仕事に行けるかは分からないです就活のための練習みたいな感じですけど、はい、あと大手の日産とかは多分それこそ4月とかはでっかい大手の早期内定もらったと思うんですけど、なんか意識したことあります？なんか早めに社員訪問しなきゃいけないのかなとか。あ、社員訪問、でもなんかあんまり何も意識してない。へえすごいナチュラル強者強い。でもな、はい、何だろう、でもやっぱインターンから内定と違うので本当にただひたすら面接を重ねたっていう感じなので、面接対策にとにかく力を入れた方がいいかもしれない。面接対策どんな感じでやってたんですか？どのぐらいの量とか。私は最初は本当にこう自分の中でどういうことが言いたいかっていうのを文章にバーって書き起こして、はい、それを喋るっていう練習をしてたんですけど、こう喋るトーンとかそれによって結構面接官の受け取り方も全然違うっていうことを言
言われて、それで初めて友達に一緒にやってもらうっていう。はい、友達とはどんぐらいやったんですか？あ、でも1回しかやってない。1回ごめんなさい、俺の質問見たの。もっとやっといて。でも それで話してみたら、すごいいいことを言ってるけど、はい、だから話し方が単調すぎて、うまく伝わら、なんかあんまり伝わらないみたいに言われて、はいはいはい、あ、じゃあもうちょっと抑揚をつけて話せばいいんだとか、こう話し方の練習みたいなのは友達ですね。面接練習で特に話し方とか抑揚とかを意識して、相手にどう伝わるかを考えながら練習するってことなんですね。だってガクチカとかめっちゃつまんないじゃないですか。まあ、確かに人のガクチカはクソつまんない。聞けられないマジで。だからそれをいかに面白く話すかみたいなのは結構重要だと思います。いや、すごい大手早期内定者。いや、マジすごいと思いました。僕抑揚とか1ミリも意識してないんで、だから話つまんないんですけど。ということで、ここまで、まあ、早期内定最高みたいな感じで話してきたんですけど、まあ、早期内定にもデメリットがあるってことで、まあ、各々どんなデメリットがあると思うかを話していきたいなと思います。はい、あかりさんからお願いします。はい、私はこれ私だけかもしれないんですけど、やみやすくなるんじゃないかなっていうふうに思いました。で、理由としてはやっぱ他の方が4月とか、まあ、6月ぐらいに決まって入社1年前ぐらいになってもあると思うんですけど、早期だと入社1年半前っていう、もう何も想像つかない期間っていうのがすごく長くあって、その間に本当に自分の選択これであったのかなとか、あの時の判断で間違ってなかったのかなってすごく思い悩む時期が頻繁に起こるんじゃないかなっていうような長さなので、そこがちょっとメンタルとしても結構デメリットになる人はなるんじゃないかなというふうに思いました。そうですね、この企業で本当に良かったのかなっていうのを1年半ずっと悩み続けなきゃいけないっていうのが、そこまでの完全な納得感に持ってくっていうのはなかなか難しいと思うので、そこがちょっと大変かなと思いました。では兄さん。私もちょっとあの似てて妥協しがち。妥協、まあ、やっぱり内定が1個あることでどうしてもちょっと逃げの思考になってしまうというか、うもうちょっと頑張りたいけどでも落ちるの嫌だしとか、これ以上否定されるの嫌だし、でもどうせならもう自分のことを受け入れてくれたこの企業に決めちゃおうかなみたいな感じに思ってモチベーションが一気になくなるみたいなのがあるかなっていうふうに思います。めちゃくちゃわかります。だからですね、本命じゃなくて第二志望でいっかみたいになっちゃうってことなんですね。そうなんですよ、一回好きになると盲目になっちゃうんですよね。マジでそうだと思います。お互いこう両思いみたいになってたから。本当にそうですよね。自分が好きで相手が好きだったらもう行くしかないじゃんっていう風になっちゃいますよね。なんかさらにこう高みを目指して。あ、ありがとうございます。もう僕の恋愛トークじゃない。僕は、はい、天狗になる。これちょっと僕だけの可能性もあるんですけど、意外にみんなそんな気がするんですけど、早期内定取ったから、まあ、俺優秀みたいになって、それ以降の企業を受けるときに、まあ、選考対策とか準備をちょっと怠っちゃうみたいな、志望動機ちょっと甘くても別に俺優秀だからいけるっしょみたいな感じで思っちゃうんですけど、別に内定取っただけでもただの就活生なんで、そんな優秀じゃないと。ということで、まあ、天狗になって落ちるみたいなことが、まあ、発生しちゃうんで、そこはちょっと気をつけてほしいなと。内定っていう結果だけ見ちゃうと、そうそうそう、ちょっと固執しちゃってってところありそうですね。はい、結果だけ見ちゃった人なんですけど。けど本当マジで、だから皆さん天狗にならないように、まあ、なる人少ないけど、まあ、天狗にならないように本当気をつけてほしいなと思いますね。はい、早期とか内定だけが全てじゃないと思います、ね。いやマジでそうですね。本当早期内定取ったから偉いとか1ミリもないんで。いや全くないですね。はい、自分の本当に行きたかったところに行くっていうのが時間かかってでも、やっぱりしっかりやった方がいいと思いますね。我々早かったから最強みたいな感じで言ってますけど、マジでそんなことはね1ミリもないです。そう、全然すごくないです。むしろね、諦めずに最後までやってる人の方がすごいなって思います。ということで、まあ、今日は、まあ、早期内定の良かったこととどうやって取るかと、まあ、あと良くなかったこと、デメリットの3点について話していきまして、まあ、これで大体早期内定のこと皆さん分かっていただけたかなと思います。分かんないことあったらちょっとコメント欄で聞いてください。はい、全部返信します。ということで本日の動画以上になります。せーの、じゃあな。ここで、シュンダイリーからの就活応援キャンペーン。1ヶ月限定で皆さんのニュースを無料で添削します。大手内定者やインターンに無双した任用ほどの先輩が1個ずつ返信します。LINE を追加して添削してほしいニュースを送るだけだから簡単。概要欄からチェックしてみてねー。